はい、今日はバタークリームのバラの絞り方をやってみたいと思います。では用意するものを説明いたします。まず食紅で染めたバタークリームです。各色あります。絞り袋でバラの口金、ね、いろんな大きさありますけど、ハサミ、タオル、レッドナイフ、もしくはナイフですね。それから今回はこのプリンカップを使います。そしてブラックを使いますけど、これが紙ですね。以上です。それでは絞り袋にバタークリームを入れます。まず最初に硬さを合わせます。まず最初にバラの芯を作ります。口金の太い方を下に向けて絞ります。これが芯になります。この芯の良し悪しが今後左右してきますので、この部分はちゃんと作りましょう。周りはちゃんと作りますけども、真ん中が盛り上がるように最後に少し強めに絞ります。こんな感じになります。こう回って外側をこう周りに包んでいく感じですね。それが大事です。ですので途中で一回このプリンカップから口金を離します。ここから一回離して上げて落とします。でこんな形の円ができます。本来はケーキの上に落ちますが、今回はさらに失礼します。